所の岸本です。今回はドリブルの始まりを二軸発進で行うっていうところをレクチャーしていきたいと思います。まずボールを持った状態での二軸発進とは何かっていうところから説明していきたいと思います。二軸発進で一番分かりやすいのがかけっこの用意どんの構えになると思います。やってみると用意どんの時って位置についてこの足の幅を取っていくと思います。この走り出す瞬間ってこういくんですけど、2個の足で踏ん張って走り出します。この2個の軸で軸を持って走り出すっていうところをドリブルでも再現していきたいっていうところが、そのドリブルにおいての二軸発進っていうところになります。その場で一回比較してみます。ボールなしで普通に前に走り出します。いきます。このイメージがあります。もう一度いきます。これに対して二軸動作の発進いきます。この2つの違い、何が違うのかっていうところを説明していきます。まず1つ目、普通の発進の仕方、前に1個目出して倒れ込むように出して、そこから走り出すってことは、走り出すまでに1歩踏み出してから走り出すような動作になります。なんで その走り出すまでにまずこの時間がかかります。これに対して二軸動作での発進は、この場でいきなり走り出すっていう、ここから走り出すようで走り出すんじゃなくて、その場でいきなり走り出す。っていうところで、ボールをもらった瞬間とかに、もらった瞬間にすぐ動き出せる動作をできるようにっていうところで、トレーニングレクチャーしていきます。それでは実践で一回やっていきます。止まってるボールで一回再現していきます。この止まってるボールに対して前に進みたいときに、このまま前に蹴って走り出す。この状態で前に走り出して動き出す。これも全然試合中には必ず必要な動作にはなってくるんですけど、今回やってほしいことは、この場で二軸動作で走り出す。この違いをしっかり分けれるようにならないといけないんで、今回ちょっと二軸動作での発進、止まったボールに対してやっていきます。止まったボールに対していきなり二軸動作、このイメージになります。それでは一回実践でそのままやっていきます。流れの中でボール走って受けました。しっかりいきなり二軸動作で動作を始めれるようなイメージでできればと思います。ちょっと流れでやっていきます。敵が目の前に来た瞬間に、ここから二軸動作になり、最初が始まる瞬間が、ドリブルを始める瞬間が、ここから蹴り出すんじゃなくて、足を開いて二軸で進むようなイメージ、進む動作の中に一緒にボールも蹴ってあげるような、何を一番優先するかというと、この前に走り出す動作、要は二軸動作、よいどんの動きを優先してあげて、ついでにボールも一緒に運んであげるようなイメージになると、一歩が速かったりとか、敵が来た瞬間に瞬時に敵の動きに反応して逆を取ったりとか、そういうような選択肢が全然変わってくると思うんで、それでは3ステップでトレーニング、ステップアップで順にトレーニングしていく。1つ目、地面に線とか書いてもいいんですけど、とりあえず1個こういう風に線を用意してあげるっていうところ、
の上に立ってこのまんま前に走り出すんじゃなくて片方の足を線の後ろに出してあげる。この動きを意識してまずは走り出せるようになるっていうところをトレーニングしてもらいます。で次ステップ2、ステップ2が、まあ、止まったボールに対して二軸で発進するっていうところ、意識してるというか、まあ、ボールの手前に足を置いてここから最初足は閉じた状態、閉じた状態から広げる、閉じた状態から広げて、ドリブルを始めるっていうようなイメージでやっていってもらいます。で、まあ、これができるようになってきたらあとは流れの中でいきなり発進する緩急を意識して、これがステップ3です。ステップ3は、まあ、ゆっくりこうドリブルしてる中でいきなり出すようなこのイメージで、いきなりサッと動くようなイメージで意識してやっていけば試合でも扱えるような短い発進になっていくと思うんで、トレーニングチャレンジしてみてください。よろしくお願いします。